社会課題として問題視されている海洋プラスチック問題ですが、ヒューレット・パッカードでは循環型経済の推進に向けてサステナブルインパクトを実施。海洋プラを利用したディスプレイやハードウェア、カートリッジなどプラスチック廃棄物を使用して製品を製造するなど廃棄物を再利用しています。もちろん環境問題だけではなく、サステナビリティにより年間10億ドルの利益を新たに創出。社会課題の解決は企業の重要な役割を担っていると語る元 CEO のワイズラー。現在も同じ志のパートナー企業と社会課題の解決に取り組んでいます。今後社会課題に目を向けていない企業は外注先として選ばれない。そんな未来がすぐ近くまで来ているのかもしれません。このチャンネルでは社会課題をビジネスで解決する事例を紹介しています。